ミスタルムさん、どうもプロテインをありがとうございます。しっかりとね、味わっていただこうかと思います。と同時にですね、ミスター・やムさんもプロテインのレビューしてるんですね。ナイスじゃないですか。結局ね、ミスター・やムさん、買ったものをレビューすることによって、人の役にも立てるし、まあ、遠い目で見るとね、再生数が稼げるんで、プロ買ったプロテインのね、その、なんですかね、まあ、その料金ぐらいは稼げると思うんですよ。長い時間をかけてね。まあ、そういうこともありますんで、とにかく何か買ったら、 レビューをするとかね、開封動画をするとか、これをやっていきましょう。そうするとね、コンテンツの数も増えますから。私の考え方としてはね、YouTube1 本が、もう Mr.、Mr.M. さんの生涯で、YouTube1 本がですよ。Mr.M. さんが作った YouTube の動画1本が、Mr.M. さんの一生涯で1000円稼げば、1万本動画を作ったら1000万円ってことなんですよ。だから10万本動画作ったらね、1億円が、Mr.M. さんにもたらされるんじゃないかな。こんな感覚でやってますね。まあでもね、そこを考えなくても、 あのやっぱりね、プロテインってみんなね、悩むんですよね。どこがいいのかなとかね。同じ味がある。同じものだな。でもどこの会社の方がいいんだろう。価格はいくらだろう。で、他の人の感想はどうなんだろう。それこそ、CM とかね、タレントさんが言ってるような、その売れるようなレビューではなくて、普通の人が何のね、えー、こう意思も込めずに、自分の本当の素直な感想だけで言っている、えー、このレビューってのがね、すごく当たりがありがたいんですよね。それができるのが YouTube ですから、今回の抹茶俺のね、 えー、ホワイトプルテインこれエクスプロージョンのね是非ね続けていただきたいかなと思いますそしてあの可能な限りでいいんでここと比べてこうとかねあそこと比べてこうみたいな感じでまあある特定の会社をねこう落とすことなくある会社はこんな味がしたけどもこの会社はこうだから私はこっちが気に入ったみたいなねこっちの会社はこういう人向けですけどもこっちの会社はこうだみたいなことをやるとね ままますすす参考になななるんいいかなと思いますその辺ね、ミスター皆さん表現が上手だと思いますんで、心配してないですけどね。それではまた動画を送ってください。ありがとうございます。